ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ。いや暑いですね。一つよしなり、よろしくお願いします。暑しだね。急にまた暑し戻ってきたでしょ。なるほどね、暑し再びですよ。いや、あの先週の放送僕ちょっと聞いたんですけど、嘘ばっかりの週、はいはいはい、あれ最長記録です、あのオープニングが。ああ、ふんなにぐらい行ったんでしたっけ。40分ぐらい、45分ぐらい、45分ぐらい、はいはいはい、だからもう今日はもう行こうかなと思ってもう行っちゃいますね。うん、それはそれでなんか反省して、反省してるから。いや、反省したりしてもちょっとまだ一歩も経ってないでしょ。うん、で、まだもうちょっと遊んでもいいんじゃないですか。あ、そうですか。普段はどのくらいなんでしたっけ。20分ぐらい。それにしても長いみたいですよ。ああ、なるほどね。うん、もうちょっとコンパクトにいかないと。なるほど、そう、うん、そういうのもね、我々だってもうそろそろ100回を数えようかとしているわけですからね。はい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 、そういうのもちゃんとやっていかなきゃいけないと思うな。確かにね、うん、100回も行こうとしてるんですか。そうでこんすよ。なるほど、重ねたね。いや、重ねましたね。回を重ねたよ。もうどうですか、慣れましたいや、まあ結構、まあ、慣れてるっちゃ慣れてる。あ、かな。あ、本当ですか。うん、戸惑うことはない。あ、本当です。そういった意味じゃ慣れてるかもしれない。勝ったからといって別になんかそのなあなあっていうわけでもないけどね。うん、おたくさんはどうなの、95回やって。やっぱりね、うん、あの慣れないね。慣れない。何回やっても慣れない。どういうところがですか。なんか自分がそのオールナイトニッポンやってるっていうことがさ、なんか慣れないね、やっぱり結局。あ、まあ、リアルじゃないってこと。うん、このビタースイートサンバに乗ってね、僕に、ね、偉そうに喋ってるけどね、そんな玉じゃないんじゃないかなと思う、自分のこと。本当になんかリスナーの皆さんにも申し訳ないいやいや、そういうのはいらないです。あ、本当ですかそういうのは、うん、そんな好感度は上げるみたいな、はいはい、そういうのいらないですから。そう思ってないでしょ、そんな別に。ちょっと本気で好感度上げにかかろうかなこのタイミングで何があった半年ぐらい本気でやってみようかなと思ってどのぐらい上がるのかなと思ってあ、ちょっと面白いね。うん、うん、データとしてね、本当に、うん、あの毎週聞いてくれてる皆さんありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしています。さようならいや、ちょっと下手じゃない上げ方が。今ので好感度上がってない。いや、上がらない。そんな簡単なものじゃないでしょ。あ、でもどう、そういうのってでもさ、何で調べるのかね。年に1回とかそのアンケートみたいなやつ、好感度調査、好きなタレントとか、そう、好きな芸人、好感度ランキングとかありますもんね。好感度、ああ、あるね。なんかと振りがやってるのかな。あれ何位なんだろうね、俺とか現時点でね、うん、あれ何位ぐらいなんだろう。あれってでもどんぐらいのあれで変わんのかね。年に1回だから。でも俺とお前の好感度ってどうなのかな、リスナーの人からしたら。あ、ちょっと測ってみたいね。あ、そう、うん、お前好感度高い方のタレント。好感度高い方なんじゃない。あ、そうなの。皮肉にも。なんで。いや、なんか何皮肉にもっていや、私はそんな別狙ったりとかねしてないけど、うん、高っていいんじゃない。あ、そうなの。うん、おそらく雰囲気的にいろんな番組もやっぱ呼んでもらえるし、うん、他のそう、あ、そうなんですか。ここから高くなるとね、なかなか無理なんじゃないですか。あ、でも悪い人っているのかな、逆に。今そんななんかさ、昔みたいな、昔の大竹さんみたいなさ、その暴れ回るみたいな泉谷さんみたいなさ、ない人いないじゃない。でもやっぱり、うん、その好感度とはやっぱ違うか。でもやっぱりそのそういうところにお前は食い込んでいかないとダメだろ、やっぱり。どういうとこですか。いや、それ好感度が悪いタレントまあそうね、うん、いや、そうよ、そうよ。いや、それ抱かれたくない。抱かれたくない。そうそうそう、だからこその皮肉にもなんですよ。あ、自分の気持ちは裏腹に。裏腹に。お前本当はどうしたいわけ、うん、例えばいいともとかで、うん、いいともとか本当は、本当はその裏腹じゃない場合は、皮肉にもじゃない場合は、皮肉にもじゃない、例えば帰り、その入ってから帰るまでの、はいはいはい、あの間で言うと、
ああ、もうスタジオ入りしてからってこと？まあ放送中の方がいいね、じゃあ。放送中、うんうん、もう放送中、いいともで関したら、うん、その、まあ、なんかコンテストみたいなのあったんですよ。素人さんがね、うん、その、日焼けコンテスト、モノマネなんとかとか、ああいうの出てきたちびっ子を泣かしたい。ああ、そっちね。それもなんか、うん、わーとかじゃなくて、うん、なんか、なんつうのかね、うん、必要じゃん、こう迫ったりとかして、うん、せめて泣かすとかじゃなくて、うん、怖いみたいな感じで、泣かしちゃったりとか。今でも大人気だもんね、お前は子供に。そうなんだよ。うん、今大人気だから。で、やっぱりね、あの、春日は、あの、その、テレフォンゲストがね、うん、電話してるのあるでしょ、うん、あそこ出て行ってね、電話切るとか、うん、そういうことやんなきゃダメだよね。とか、そうだね。うん、テレフォン中、そう、テレフォン中我々楽屋にいるじゃん。うん、それレギュラー陣はさ。だけど、あの、テレフォン中に、うん、タモさんが出てくる真ん中のとこあるでしょ、うん、あそこからこう見てるとかね。ああ、そうだね。うん、ずーっとなんか見てる。まあ、でもまあ夢だよな。夢って。結局叶わない夢っていう感じだよね。いや、そうだね。うん。理想として、夢としては、そういうことを。なるほど、なるほど。やりたかったりするかな。はいはいはい。うん。まあでも、頑張って、その、ちゃんと、あの、抱かれたくない芸人入ってくださいよ、本当に。いや、そうね。うん。うん。うん。抱かれたくない。どうやったら入るのかな。じゃあその六本木の女の話とかもちゃんとしてする。よく覚えてるね、あなたも。うん、いや、じゃああれ覚えてるっていうか、うん、オードリーの今後にとって結構問題だなと思ったから、うん、象徴的に引っかかってるんだよね。なんか、っていうマインドがやばい。それを喋れなかったこととかじゃなくて、ね、そのマインド超やべえんじゃねえかなって俺結構気にしててさ、実は。なるほど、なるほど。うん、うん、それ余計な心配をちょっとおかけしたね、そうなってくると。でもさ、実際さ、うん、どうなの、あのかっこいいって言われたいの、うん、ねえ、言われたことはないな。かっこいいっていうか、その、うん、受けきれんの、その例えば変態って言われることどうなりたいの、うん、受けきれ、そうなりたいよね。あ、変態、なんかもういわゆるその筋肉マンだよね。うんうん、キャーっつってこう逃げられるような感じ。なんでじゃあそのなんか、うん、結構痩せようとしてたりする食べ物気をつけてたりでもそれはね、うん、ちょっとなんか自分の中でその太ってるっていう、太るっていうのがちょっとね嫌なの。いや、お前さ、なんかさ、うん、なんか嫌なの。どうなりたいの、じゃあ。だってさ、どうなりたい、じゃあ俺さ、すごいさ、これやりやってる時思うんだけどさ、うん、俺、日村さんって、うん、すごい俺かっこいいと思ってんの。うん、さあ、おもばかとか見てもさ、うん、超面白いしさ、うん、すごいじゃん、うん。で、なんかあの、これやりとかでさ、すごいこう、なんかお客さんが、本当に騒然となるぐらい弾く時あるじゃん。そうね。なんか自分のことを臭い。うんって言って、最近自分の匂いが気になるみたいなさ、うん、話してさ、はいはいはい、なんかちょっと、こう、変な顔したりしてさ、うん、わーってお客さんやったらさ、うん、お客さん戻ってさ、イエーって言うから。で、タカさんもさ、うん、太って、痩せてたじゃん、昔。うん、で、おしゃれだったけど、あっちを選んだわけじゃん。うん、そういうのからしてさ、うん、どう、違くないだ、お前って。いや、でも太る、まあ、太る、太らない感に、まあ、ね、限らないけど、うん、なんかそのムキムキになりたいってのあるよね。チャック・ウィルソンみたいな。みたいな。そう、太るっていうのは。いや、でもそれずっと言ってるけど、なってないじゃん。うん、それがなかなかならんのよ。おう。でもなりたかったらさ、二日に一回ぐらい行ってさ、うん、なりゃいいじゃん。まあ、そうなりたい。それでキャーって言われたんでしょ？そっちの方がいいね。そう、太るっていうのが。いや、でもそれ、いつまで経ってもなんかブヨブヨしたさ、なんか中途半端な。いや、そこなんだよね。中途半端な。だから、でも本気じゃないってことじゃん。本当にやりたかったらやるじゃん。ムキムキになってるはずじゃない、もう。だから、まあそうね、本気でなりたいわけじゃないんでしょ？まあ、なりたい。まあ、理想だな。いや、なんか、中途半端な、うん。理想系はそうだけどね、そこだけど。あ、ほんと。太るってのもいるからね。いや、違う。太って、ればいいってわけじゃなくて、うん、まあまあまあ、なんかどうなりたいんだろうなと思って。まあやっぱキャーって言われたいっていうのあるよ。悲鳴を上げられた。悲鳴を上げられた。うん、受けきれんのお前それ。でなんか俺はね、だんだんね考え方変わってきて、うん、こいつ受けきれねえんじゃねえかなと思って。耐えられないと。でなんかさ、トーク
フリートーク始めるときさ、うん、もうさ、うん、あの、スタジオトークでね、うん、テレビの、もうさ、フリートークのさ、あの、あんまり、その、上手じゃないってことで笑い取る人ってさ、うん、もう最初のさ、うん、なんだろう、スタートからもうなんかおかしいじゃん。なんか、もうその、落ちる落としちゃうの決まってるみたいな喋り方するじゃん。はいはいはい、はい。なんか、何その話って言われようとしてるから、はいはい、何その話ってなった時に受け切れるけどさ、うん、お前はさ、なんかさ、うん、まずはさ、うん、しっかりしたトークしようとする。まず取りに行くよね。でさ、それでさ、うん、それでさ、なんかなんだろう、うん、その、脱輪するじゃん。するね。で、途中で脱輪してさ、噛んだりしてさ、で、その後さ、なんかさ、赤面するじゃん。するね。それでなんか、受け切れてねえじゃねえかと思って。自分がトークができなかった時の対処。そうね。自分がショックに思っちゃうから、うん、あ、ちゃんとトークできなかったって、いうとこがあるから、うん、キャーって言われることできねえんじゃねえかなと思って。だからまあ、その観点からいくと、うん、そうだね、まだ、受け切れてないね。受け切れてないし、うん、なんならちゃんと落としたいわけだろ、トンクス。まだやっぱりその、喋れるという勲章を。いや、お前さ、だからさ、うん、それってさ、うん、俺も結構そこから離脱しつつあるんだけどさ、うん、難しいとこだけど、うん。だからそこを、まだ、そこはでも嫌だ、自分でもやっぱり。取りに行っちゃって。それは。違う。この間ね、うん、このラジオ、だから明日どうなるかわかんないけど、うん、どうなるかわかんないけど、うん、いいとも増刊号のさ、はいはいはい、座りのさ、ああったね、トークやって、うん、これ増刊号皆さんちょっと楽しみに、どうなるかわかんないですよ、うん。楽しみにしてほしいんですけど、春日が大事故起こしてるんですよ。そうそうそう。で、もしオンエアされてたら、春日の受け切れてない顔が多分見れると思うんで、その水泳チョップをね。で、なんかその、そうね。そう、うん、で、それをさ、うん、自分でもちょっと不甲斐ない。不甲斐ない。でもね、だんだんね、そのね、その、やっぱり、その、脱輪するんだなっていうのがね、だんだんね、こう染みついてきた。いやいや、それもそれで本当は良くないんだけどね。いや、それは。うん。脱輪したまま、走ろうとするから、ね。いやいや、それはさ、うん、いいじゃん。別にさ、得意分野じゃないと思ってたし、うん、あと自分が好きかどうかじゃん。うん、そう、そう、そうなんだよね。うん、そうそう。で、誰かが好きなのはさ、やっぱ、うん、落っこちるとかじゃない、落っこちるとか。わーとか。で、それはさ、うん、誰もかなり勝てないわけよ、お前にはみんな。まあまあ、そうなのかね。いや、だとしたらね。うん。あ、そうでもない、ごめん。そうでもない。お前より落ちたら面白い人もいっぱいいるけどね。そこも難しいけど。で、それで受け切れてねえなと思って。耳が赤くなるってことはさ、やっぱりそれがさ、やべえ、動揺してるってことだよ、それは。うん、こんなはずじゃなかった。だからなんで喋れるっていうところからスタートしてる。いや、そこなんだよ。両方あっていいと思うの。喋れたら喋れてたらいいし、うん、穴に落っこっちゃうのも俺だよって、落っこちてからが春日のね、プロレスのショーの始まりだよでいいじゃん。うん、で、俺は、それが好きだから。うん、でもなんか、ふってなってみんなが、うん、あれっていう感じになったら、もうその、膝がガクガクしたら。そうね。うん。そこよ。だから、お前がちゃんと反省するのももうおかしいんだよ。うん、だから。そこじゃないっていうのはね。そうそう、これが春日だよで、うん、帰りゃいいんだよ。そうだな。まあでも、みんな巻き添え食らってるわね。そうね。うん。なぎ倒すこともあるけどね。本当は、そういうのなくしたいの、うん、それやっぱりね、違うんだなっていうね。うん。ね、だんだん思ってきたよ。ああ。うん。違うんだなって、どう？そう、だからその、いわゆるその理想のさ、うん。まあ、理想の芸人。理想の芸人まず聞かせてくんな。今まで持ってたり、どんな芸人かそれ聞かせてます。やっぱりその、なんつうかな、その、喋れる感じの。え？お前さ、うん。まあ、M1 と、2009年の頭から、今、最近まで、喋れる芸人目指してたの、うん、やっぱりそうだね。芸人ってのは喋ってなんぼだと。え、それってさ、うん、エピソードトークがかっちりできるタイプの芸人を目指してきたってこと、うん、目指してた、それも、やっぱその、フィールドの圏内だったってことですよね。ああ。喋れる、うん、そうそうそう。エピソードトーク。でもさ、お前はさ、うん、あれ、
中学の時からエピソードトーク受けたことねえじゃん。だって、だからそこなんだよ若林さん。そのなんていうかな、その原因なんていうかね、その出所を忘れちゃってるっていうの、自分のね、自分がどっから来たのかっていうのを、その周りのその感雰囲気で忘れちゃってるっていう部分があったよね。芸能界の、その芸人とはみたいなのあるじゃん。なんかなんとなしにそのなんか、ね、エピソードトークができるみたいな、できてなんぼみたいな空気が、いや、ありますかね。春日さんには誰もその空気出してないと思う。2009年の頭から。でもそこを勘違いしたっていうの、私も。あ、そう。そこじゃないんだなっていうね、春日は。ああ。うん。っていうところで、うん。うん。で、まだちょっとあるんだよね、その、うん。喋れなければみたいな。うん。こうあるべきだみたいな。うん。そこじゃなくて、やっぱりその春日という、ジャンル、そう言ってますけど、前からね。そこをがっつりこと固めていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってますよ。ああ、そうなのね。そう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 。だから、まだその、ね、膝震えるけども。うん。だから。いや、俺は、もう、うん、その、フリートークを、うん、失敗はあるじゃん、人間。まあまあ、まあ、誰しも、うん。失敗して、うん、膝が震えるのが、か、うん、が、のが春日でいいじゃんと思うの。要するに膝が震えなくなるとかじゃなくて、ね、滑り芸になるとかじゃなくて、うん、膝が震えるのも含めて、うん、春日の一連のって思えばいいのになと思う。確かにそうなんです。だってお前が滑った後になんじゃいつっていうような球お前持ってないもん。いや、そうだ、身の丈ってのがあるからね、うんうん。膝が震えるのを隠すために、そのダボダボのズボン履いてるみたいな。うんうんうん。とかでもうタイトなズボンでね。そうそうそう、膝の震えを見せちゃうっていうね。で、耳が赤くなってるのも含め、それがバレるのが嫌だから大変なわけじゃない。うん、まあそうね。うん。うん。っていうのがいいと思うけどね。そこですよ、だから、うんうん。うん。今後はね。うん。うん。ちょっと全然話変わるんですけど、久々に親父と姉ちゃんと母ちゃんと親戚と喋ってて、うん、びっくりしたんだけど、もう32ですよ。うん、初めて、親父がそんなことやってたんだって聞いたことがあって、うちの親父さ、喫茶店のマスターやってたことがあるね。え、カランコロンカラン？俺、初めて知ったのよ。え、カランコロンカランだったの？そう。いつ頃の話よ。生まれる前か。じゃあね。俺が生まれる前の2年間ぐらい、喫茶店のマスターやってたことあったって。雇われってこと？いやいや、しかもうちの敷地で。え？じゃあ、オーナー兼マスター。で、子供ってさ、自分ちの家のことをさ、そんなにちゃんと考えないで住んでるじゃない。うん、俺、中1で引っ越したんだけど、うん、なんかね、1階がね、酒場だったのよ。ああ、はいはいはい。なんだっけ？ああ、言ってたね。うん。素人酒場っていう。なんか食堂みたいな、あれでしたっけ？食堂は、うん、うちのばあちゃんがやってた食堂ね、一回。あ、それでまた別に。それは閉めて、食堂林のことでしょ。そうそう。食堂、なぜ若林じゃないんだっていうね。食堂林。そこがね、面白いんだよな。食堂林をうちのばあちゃんやってたから。林ね。ね、なんかなんで撮ったんだよ。食堂若林じゃないからさ。でも、それだとしても、和歌の方を撮るって人面白いよね。ああ、なるほどね。うん、食堂和歌とか、まあ、和歌なんとかとかさ。そうそうそう、そう、うん。林だけにするいいよ。で、酒場で、うん、で、俺ずっと子供の時そこ一階が酒場でうるさいのよ。うん、カラオケとかやってような釜で。おー、はいはい。っていうのを、まあ、覚えててさ。で、それ、あれって、何だったんだろうっていう話になったの。久々にみんなで会って、俺が、うん、酒場の、になる前は、うん、あれ、そう、喫茶店だったんだよって話になって、うん、誰が喫茶店やってたのって言ったら、俺だよって言って、うちの親父がコーヒー出してたんだって、あそこで。へぇー。で、それで、うん、喫茶店の名前がさ、うん、喫茶林っていう。食堂と喫茶があるんだ、林には。2店舗あるじゃん、2店舗。林グループだ。そう、食堂林の隣で、喫茶林をやってたんだって、うちの親父が一階で。へぇー。で、俺それで、そういえば親父コーヒーを割りかし凝った感じで入れてたなと思って。へぇー。繋がったんだけどさ。いや、知らんな。なんで言わなかったんだろうね。隠してたわけじゃないとは言ってたけど。だって言う必要もねえだろみたいに言ってたけど。まあ、確かに言うタイミングというかね。多分コーヒーを本格的に入れて、すごいね、みたいな。話になってポロッと言うとか、
そういうのもなかったんだ。なかった。はあ。なかったんだよ、ね。いくつぐらい、親父様がいくつぐらい ?22 とか23とかの時に。若い。喫茶林のマスターだった、ね。若いマスターだね、随分。そう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 。へえ、繁盛はしてたのかしら。繁盛はしてたのか、やめたくなったの。そこちょっとそれ聞かなかったよ。2年間何があったの ?2 年ちょっと短いじゃない してないんじゃない繁盛。繁盛してなかったら閉めたのかね。はぁ、あ、いろいろやってるね。いや、そういえば喫茶店だったんだよな、雰囲気がね、店の。そういえばカウンターがあってさ。なるほどね。わかんないことあるもんだよな。わからんねえ、お前の親父とかさ、母ちゃんとかも言ってないことあるんじゃないの。いやー、どう、まあ、そうだね。あんま知らないことは結構あるかもな。聞いてみよう、今度、私も。聞いてみ、俺びっくりしたわ。学生時代どうだったとか。林のマスターだったとか知らなかったよ、本当に。そうだね。うん。林という店がもう一つあったっていうのも衝撃ですよ。はい。ということで、ちょっと今週もね、張り切っていきましょう。どうすな。ですね、今ですね、ラジオ福島はですね、2011年夏、ラジオチャリティーミュージックソンスペシャルをやってるんですよ。ほうほうほう。13日土曜日朝7時から日付変わって、うん、今日の14日日曜日午後3時まで32時間。おお。だから春日さんのこのミュージック論を時間的に超える。うわ、完全に意識されてるね。私のミュージック論してないと思います。いや、だって32時間ってノーマークみたいです。だから逆に言えばチャンスかもしれないですけど、ね。あ、そう。はい。へえ。で、サブタイトルが、うん、お帰りなさい、ふるさと、福島は元気です。うん。お盆ですからね。あ、なるほどね。そうそう、福島に帰って今日はラジオ福島で聞いてる人もいるかと思いますけども。うん。で、今このラジオを聞いている全国の福島出身の人も、福島に知り合いがいる人も、うん、名字が福島さんも、かつて福島さんという人に振られた過去がある方も。うん。みんなです、これは。うん。あの震災と原発被害のことを思い出してみましょう。うん。募金でもいいですし、地元のものをね、こう買うのでもいいですし、うん、思い出すだけでもね、すごくいいんじゃないかなと思いまして。そうでもすね。はい、うん。ということで、先週よりは短いですよね、オープニング。うん。20、あ、まだ半分。おぉ、素晴らしい。もうちょい行った方がいいですか、じゃあ。あと20分ぐらい。喫茶林のまま。喫茶林のまま気になるけどね。ね、気になるよ。うちの親父が犬に手噛まれましてね。いつ？僕が舞台やってる初日に。ああ、最近だ。初日に来る予定だったんですけど、その傷口が可能しちゃって。うん、結構な勢いで噛まれたってこと？犬に噛まれたみたいです。はあ、手を。うん、手を。ほう、うん、何があったんだろう。ん？何があったんだろうか。なんか、酔っ払って、なんか、犬にちょっかい出してたみたいな。なるほどね。まあ、その傷。前も一回話したけど、それ聞けなかったんだけど、うちの親父が酔っ払って、メガネが、レンズが全部割れて、血だらけで帰ってきたの、あれ何があったんだろうな、あれ。あれ、俺が高校の時に、それこそ聞いた方が良かったんじゃない？あれ何があったか、未だに教えてくんないんだよね。親父が血だらけで帰ってきたのよ。顔から血出して。なんか、転んだりしたんじゃないの？転んだのかな？転ぶか、電信柱にそのまま当たったか。こうね、いや、でもメガネのレンズが割れてて、こめかみから血が流れてんだよ、だって。誰かにね、その親父狩りがあったか。確かに親父狩り全盛期だからね、あの頃。親父狩りあったじゃない？喫茶怪しのマスターが。元マスターが。いや、俺、初めて知ったよ。喫茶店のマスターやってたなんて。面白い、ね。お前のお父さんって会社ずっと一緒？大学卒業して。会社はそうだ。多分、新卒で入って、ずっと一緒じゃないかな。うちの親父も8個ぐらい変わってるからね、会社ね。ああ、なんかそうよね。うん。コロ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 。すぐ喧嘩して辞めてたっつうから。でも、そうやってちゃんと次の働き口があるってのは大したもんだけどね。うん、大体ほら、ね、見つからなかったりするじゃないですか。うん、うん。で、ほらあれよ、もう仕事がないっつって、履歴書が大変なことになっちゃってるから、うん、英語を勉強して、英語を覚えて。なるほど、ね。当時は今より少なかったから、はい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 、英語喋れる人がちょっと言ってた。ほう。うん。だから結構その辺はうまいでしょうね、その世渡り上手というか。
世渡り上手じゃないですよね。メガネ全部割れて。何があったんだろうな。今度聞いてみるね。それちょっと聞いてみてください、うん、それは。うん。ということで、行きましょうか、じゃあ。うん、ということで、今回45分に、この記録超えを目指しましょうね、今度ね。うん、まあ、そうだね。その、うん、30分ぐらい、今日は。25分か。はい。まあまあ、無理やりね、うん、その伸ばすっていうのも、あれだから。はい、まあね。行けるときは45分。超え、うん。確かに。下手したらもう2時間丸々。わかりました。で、最後のエンディングのそのね、前ぐらいに、そのく、うん、前くれ読んで、うんうん、すぐ後くれ読んで、終わるみたいな。あ、うん、あ。あ、ダメなんですか、それは。だって CM が入んないってことだもんね。あ、そっか。ということで行きましょう。うん、ジーニアス英和辞典プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治、愛の大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。私、舞台の芸人交換日記の、うん、東京の公演が終わりまして。どうすか？はい、うん。まあ、いろんなことありましたけれどもね、ええ、チームつけ焼き場の皆さんも見に来てくれてて、うん、泣いてましたよ、ヨシキさんが。あ、そう。あ、へえ。制度さんも泣いてました。あ、そう。はい。あら。長永さんだけ泣いてませんでした。まあ、長永さんはね、うん、そういうなんか、人として欠けてる部分があるからね。うん、それはもうしょうがないんでしょうけどね。はいはいはい。うん、感動していたと。まあみんな来て、大沢さんだけね、ちょっとね、うん、そういうのは、つって来てくれます、ね。ああ。でもね、サーフィンがね。大沢さん。なんか言われてる。サーフィンを取るか。サーファーだから。まあまあね、しょうがないですけども。うん、で、楽屋に挨拶来てくれて、チームつけ焼き場の皆さんも。うんうん、俺、ほら、結構真剣にセリフを言うとこが多いので、うんうん、チームつけ焼き場はニヤニヤ笑ってんたんだろうなと思って。なるほどね、若林さん。恐れてたんですよ。と何真面目に語ってんねん、みたいな。うんうんうん、したらもう目真っ赤で。めちゃくちゃいいお客さんだった。まあ、いろんな偉い人挨拶来ますから、うん、僕もしっかり立って礼して対応してたんですけど、チームつけ焼き場だけはもうソファにあぐらで対応しました。うん、正しいんじゃないですか。うん、まあそれでヨシキさんとね、セリフ覚え大変でしょあれ、つって、うん、ヨシキさんが、いやあれはちょっとやばいっすね、みたいな話を してくれたのよ、うんうん、でその直後に制度さんが、いやあれは甘やかされてる、つって厳しい。他の二人に比べたら甘やかされてる。厳しい。ようやく終わったさあ、ね、芸人にそのこと言う？いや、そうね、お疲れさん。それ後日でいいじゃん、ね。後日少なくとも。いや、あれ若林くんは甘やかされてる。もう今日でいいじゃん、ね。今日。俺気にしちゃったもん。俺甘やかされてんのかと思って気にしちゃったもん。だってまだあれでしょ、うん、その千秋楽じゃない回でしょ、ない回を。まだ残しているのに、うん、回を、うんうん。はいはい。厳しいですね、まあまあまあ、来てくれて嬉しかったんですけどね。うん、で、まずね、ゲネプロがね、うん、ありましてね、うん、本番の前の日にあってね、うん、うちの事務所のハマガンのハマちゃんとか、ハイハイのガンちゃんとか。おぉ、はいはい。まあ、ゴンちゃんとかね、ビッグスモールの、うん、二人来てくれて。うん、あと、若手の子も見に来て、うん。で、ガンちゃんはやっぱりね、うん、号泣してました。やっぱ10年組はね、もうしょうがないっつって、ハマちゃんも泣いてた。うん、ああ、そう。うん。ほう。ハマちゃんとガンちゃんとビッグスモールがね、うん、お夢を諦める才能のない奴らが挨拶に来たぞっつって、入ってきて。それ聞いて泣きそうになっちゃって、俺も。ちょっと笑えない、ね。目赤く晴らしてさ、夢を諦める才能がない奴が挨拶に来たぞって入ってきたら、なんか。まあちょっとね、返せないよ、ね。返せないよ、うん。で、ガンちゃんがさ、うん、いやー感動したわと、うん。これはゲネプロだけどお金を払いたい。お、うん、もうあまりにもいいもの見してもらって、はいはいはい、なんか払わないとなんか、うん、帰れるに帰れねえわ、つって。ここ、
の本番のね、うん、チケット代いくらなんだっつって、6000円です、つったら、うん。分かった、じゃあ6000円置いてくっつってね、うん、財布あげたらね、4000円しか入ってなかったっていう。切ない話だね。切ないだろ。切ないな。多分2000円ぐらいお笑いライブ価格だと思ったと思うね。2500ぐらいの。切ないけど笑える話だね。泣き笑いの。人情話だ、人情話。で、結構みんなメールくれんのよ。いい話だったとか、うん、こういうことがあったねとか。はいはいはい、芸人は意外と知られてないよね、こういうことみたいな、みんな熱いメールをくれるんだけど、なんかガンちゃん、ガンちゃんが一番滑ってたんだけど、すべてのメールで。すごいとかあるのだって。ちゃんと滑ってんだけどさ、今日はいいもの見せてもらったわ。はいはい、詳しい感想は、今度、交換日記にして渡すわ。いいですね。面白い。あどのぐらいの時間考えたんだろうね、そのメール打つまで。多分ガンちゃんだからそんな考えてないと思うんだけど。パッと思いついたのかね。いや、なんでねって思うじゃん、まず。うん、で、まあ、いろんな人が挨拶に来てくれて、うん、有名人の人にいっぱい会えてさ、女優さんとかもさ。ああ、そうか。女優さん、ミュージシャン。うん。それがすごい楽しみだった、毎回終わるごとに。ケイちゃんの方の。はい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 。挨拶に。そうね、つながりのね。女優だと思って。ほう。あ、女優だっていうのを7、8回思ったね。結構な人数。で、浜田辰臣くん、子役の。ああ、はいはい。が挨拶に来てくれて。うん。で、わかるみたいね。やっぱり。お笑いが好きっていうのもあると思うけど、感動しました。あれ？丁寧に。あと、浜田くんいくつぐらい？まあ、小学校、10歳ぐらいか。3、4年生じゃない？うん。で、丁寧に挨拶してくれてさ、これよかったらどうぞってさ、プレゼント持ってきて。え？ありがとうって言って、で、浜田辰臣くんがこう、部屋から出てって、なんだろうと思って開けたら、焼酎だったんですよ。で、その焼酎のタイトルがね、不可能っていう。舞台の、それ浜田くん、いい焼酎なんだと思うんだけどさ。まあまあ、名前がね、名前がたまたまね、たまたま。大人に多分持たされたから。これ渡したら喜ぶよ、みたいな、ね。で、いい焼酎だからさ。うん。なんか、ねえ。いや、そうだよね。そう、別にラベルをね、変える、可能にして変えてね。でも俺はメッセージだなと思ったの。これを全部飲み切ったら、いや、不可能がないっていうことにしてくださいっていう、浜田君からのメッセージなのかもなと思った。うん。違うと思う。読みだけどね、おそらくね。で、稽古中に、ノートをこう、受け渡しはまあ、するじゃん。ここまで言っても大丈夫ですよね。内容はまあ僕は喋らないしますが、今回。で、ケイちゃんとこう、稽古の時に遊び始めててさ、ノートにさ、なんか書いて渡したりして遊んでたりしてて。なるほど。で、本番前の、本当に初日の本番前に一回通し稽古したの、はいはい。で、その時のさ、ノートをさ、本番で使うと思わないじゃん。そうそう。だから、なんかこう、ワードをなんか書いて向こうが開いた瞬間に笑うの我慢するみたいなことやってて、で、俺、激安風俗っていう4文字を書いて、ケイちゃんに渡したのよ。でも初日ドッキドキよ、緊張して。で、セリフがね、あのボーダーのセリフ言えるかどうか、もう自分じゃ経験してないから分かんないよ。飛ぶかもしれない。飛んだら、そこが、もう、なんとか、もうアドリブで持ちこたえるしかないしな、ドッキドキしながら出て、あんな人が入ってることもないし、芝居も初めてだしさ、ほぼ。ノート開いた瞬間にさ、初日、激安風俗って書いてあってさ、ノート変わらんのかいと思って。本番用のノートあると思うじゃん。まあそうだね。なんか綺麗なというかね。で、激安風俗って4文字が大きく、真ん中に書いてある、まんまの感動するセリフとかさ、ずっと言っててさ。自分に帰ってきちゃったってことずーっと目に入ってくるのよ。ケイちゃんの真面目なセリフ聞いてたりするときも激安風俗が。田中くんのは別に全然、まあそれに動じることなく。ケイちゃんは、動じてないのかな、まあ、役者さん、その辺はだから役者さんというか。うん、ね、集中したらあんまりね、入ってこないみたいな感じなのかね。そうそう。はぁ、で、何日目か忘れたけど、俺がほら、
文化祭の話の長台詞あるじゃない、文化祭の時に、うん、ああ、はいはいはい、あの長台詞は結構真面目なことをずっと延々シーンとするじゃない、うんうんうん、で田中圭の背中に向かって言うから、うん、俺は客席が全部見えてるわけよ。なるほどね、うん、田中圭の背中の真横の客席前から3列目、3列目だよ、うん、で俺がすごい真面目に気持ち作って真面目なことを喋ってんだけどさ、うんうん、前から3列目のお客さんがさ、うんうん、双眼鏡でずーっと見てさ俺もそれずーっと笑いそうになっちゃってさ、それは気になる、ね、3列目よ、何をそんなに何を双眼鏡で見ることがあんだろうと。毛穴かな。で俺と春日さんぐらいの距離で、もうそこの壁ぐらいよ、後ろのガラスのとこぐらいから双眼鏡で見てる。3メーターぐらいだね、3メーターちょっとぐらいか。で俺さ、こういう風にしてさ、河本って言ってるとこでずーっとこうやって双眼鏡で見て気一って、あれもう中ゼリフってちょっとの咳とかでちょっと飛びそうなの、一瞬うって、あでズズズズって鼻すすんだり、へっへっぐらい泣いてる人がいたりすると、もう本当に集中したい、その声でちょっと飛びそうなのよ。だから家で洋楽をガンガンにかけて中ゼリフ練習してたりしたの。へえ、気が散らないように。ちょっとドアが開いたりしたら飛んじゃうのよね。へえ、うん、まあ、そんな繊細なもんなんだ。ぐらいギリで覚えてる。で、二日前ぐらいだったから全部セリフが言えたの。なるほどね。わかんないじゃん、うん、自分が言えるかどうかも。いや、そうね。そう、あれはびっくりしたね。はぁ、それは大丈夫だったの？双眼鏡発見したけど。もう双眼鏡が見えないようにちょっと右にずれたから、途中から大丈夫だったよ。うん。はぁ、何見てたんだろうね。で、あの、ジョーとクジラも来てね、クジラがちょっと泣いてた疑惑があってね、まだ白状してないんだけどね。どう？どうも泣いてたっぽいんですよ。クジラさんは泣きそうだけどね。え、あいつは泣かないよ、あいつ。あいつドライじゃん、だって。でもほら、芸歴も長いし。いやいや、あいつは、春日と同じぐらいドライなの。本当に感動しいじゃないし、うん、M1 の時も、ふーんぐらいだから。なるほど。うん。でね、ジョーがほら、泣き上手じゃ泣くのよ。で、多分あいつ、ジョーいるな、あそこに去ってんなっていう、ぐらい、なんか豚っ鼻みたいの聞こえたの。2回ぐらい。で、あその辺座ってたってやっぱそうで。で、あいつね、泣くと疲れる癖あんの。疲れる？泣くと疲れて喋んなくなる癖あんの。だから目真っ赤に腫らして楽屋来たら一言も喋んないで。芝居つまんなかったみたいな気使って話したけど、いや、ちょっと疲れて。つって疲れて。で、あの、クジラが言うにはもう腹がグー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 なってうるさかったと、ジョーが。ジョーが。で、カツ丼が出てくるシーンがあるでしょ。うん、カツ丼がね、器だけですよ。カツ丼が出てくるってこと、カツ丼って聞いたらグーって腹が鳴ったなって。それもう雰囲気台無しだったよ、クジラが。気持ち入って見てたのに。いや、よくわかんないね。泣いてるし腹鳴ってるし。泣きながら腹ずっと鳴ってたんですよ。で、すぐ、で、カツ屋行けばよかったんだよな、すぐ外出てて。いや、そうだよ。行ったんじゃない、実際終わった後。いや、行ったのかもしれないですね。で、まあ春日さんも見に来てくれました、ね。私も行かしてもらいましたよ、本当に。うん、素晴らしかったですよ。やめてもらいます？何が？本番前に、うん、あの楽屋裏うろちょろする。いや、あれね、そうなのよ、あれね。本当にさ、私もびっくらこいたんだけど、うん、じゃああのね、その、普通の席じゃなくて、うん、その、PA さんのところで見させてもらったんですよ。うん、それなんでですか？特別にね。それなんでですか？いや、やはりその、客席にいたら、うん、なんつうのかな、その、若林さん、それこそ双眼鏡じゃないけども、うん、その気が散るんじゃないかっていうね。あのね、うん、言っときますけど、うん、あなたに私はずっと言いたかったんですが、ね、うん、何ですか？ PA 宅が2階席のど真ん中ですよ。うんうん、で、ピエタがでしょ、ちょっと立って見てたでしょ、立ってっていうか、段になってるから。立って、そう、なんか段みたいな、うん、箱のみたいな感じに乗ってたでしょ。椅子があった。あのね、うん、あの、開演からね、カーテンコールまでね、うん、あなたの白い T シャツがずっと見えてる。うん、やだーやだー、またね、でかいでしょ、肩幅で真っ白の、黒の T シャツ着てこいやん。まあ、で、PA とかちょっと明るいから、うん、他のところより、うん、真っ白の T シャツ着てきやがったずーっと胸張って腕組んでるお前が、ずーっとチラッチラチラッチラって。それ知らなんだ。
その結構高い位置だったから、うん、その目線は上げないじゃん。だいたいそのステージの目線でしょ、うん、やってる、演じてる時は、うん。だから全然多分見れてないというか、どこにいるのかさえ知られてないだろうなぁと思いながら、ちょっと思い出したりね、うん、なんとかなるなぁってこう思いを馳せるような時顔を上げるわけですよ。うん、毎回白い T シャツが。それは劇場でしたね。まあでも PA 宅にいた人情報ではね、うん、どうもこれが裁判しなきゃいけないなと思ってんですけど、何どうも田中圭の絶叫の時にどうも春日さんが泣いてたと、ちょ勘弁してちょうよ勘弁してちょうよ、情報が入ってるんでこれはもう裁判かけなきゃいけない、ね、誰その PA さん情報って、だって私だってそんな顔を合わしてないよ。PA さんがいて、で、その後ろにいたから、ビーチさんは隣にいたけど。ビーチさんが見に来てたから、うん、もうそれも言ったら、もうスパイですよ。うん、こっちから。え？送り込んでるわけですよ。したら、どうやら、田中圭の絶叫、うん、認めてんのは全部お前のことだよっていうところで、どうやら泣いてたと。え、それではビーチさん情報で？いや、もうそすぐ私の耳に入ってきましたよ。え？あ、その PA、スタッフさんから。スタッフさんから。田中圭のところで泣いて、うん、俺の長台詞に入った途端、水をガブ飲みしだしたっていう。持ってった水をね。そういう情報は、こう、駆け巡りましたよ。ちょっとやめてちょうよ。どうだったんですか、それ。え？その事実確認は。まあ、その、焦りましたよね。焦りはしました。焦った。うん。うん。これやばいと。うん、うん。うん。これは結構入ってくるぞみたいな。いやでも焦ったって言ってます。PA タグ情報では泣いてたっていう情報が入っちゃってんだから。泣いてはいないけどね。あ、本当ですか、ビーチさん。泣いてた。泣いてはいない。泣いてたっていうのも裁判員が言ってるんですよ。いや泣いてはいないです。泣いてるように見えたのかもしれないけどね。ちょっと。これはでもそしたらほんと PA 宅にいた人も全員オールナイトに呼ばなきゃいけなくなっちゃうんですよ。こうなってくると。それは別に。あ、ほんとですか？それはもう、うん。泣いてないんですね。泣いてない。大丈夫ですね。泣いてない。で、うん、まあ、それはいいんですけど、楽屋に来たじゃないですか。うん、終わった後、うん、なんかその、なんか長居するのやめてもらえます？もうなんだったら挨拶来ないでほしいんですよ、こっちも。いやいや、それは。お笑いに、がっつりお笑いの話だからしたら、ふーとか言いながら楽屋入ってきて息を吐きながらふーで、いやー昔を思い出しましたよって言いながらソファに座ったから、ね、おー、そうなの、そうなの、出ろ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 っていやまあ素晴らしかったからね。キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。オードリーのオールナイトニッポン。それで、うちの母親と姉ちゃんと親父も、うん、親父は別の日だけど、はいはい、来たんだけど、うん、あれ嫌だな、母ちゃんと姉ちゃんが楽屋に来るのが。嫌、うん、だ、嫌だった。なんか嫌だな。ほう、気まずいってこと？なんか、うちの姉ちゃんとかもさ、ケイ、うん、ちゃんと同じ楽屋だったからさ、うん、なんか、ケイちゃんに気安く話しかけてるしさ。気安くってか、まあ挨拶でしょ？弟がお世話になってますみたいなことをなんかきっかけにさ、うん、イケメンと話そうとしてさ、そんな横島な気持ちないでしょ。舞台見てよかったから感想を言おうというかね、感動しましたみたいなことを伝えたいでしょ。うちの母ちゃんは母ちゃんでおさむさんに、うん、プレゼント持ってきたけど、うん、恐れ多くて渡せないわとか言ってうろちょろしてるしさ。まあまあそういうね、気持ちもわからないでもないですよ。それで、なんかバッグ置いて、ふーとか言って座ったからさ、もう座んな座んなっつって。座らしてあげてよ、私もそうだよ。ふーって言ったやつは座らしてあげなさいよ。いや、そう、まあそうなんだけどさ。ああ、はいはいはい。うん、
かうちの母ちゃんがなんか薄紫のドレスみたいなの着て見に来てたけどね。いいじゃん、おめかしして。一丁らでしょ。うん。なかなかこんな年に出てることもないんだからさ。何なんだろうな。で、楽屋挨拶行くっていうのも決めてね、入れてたでしょうし。だからやっぱり一丁らと化粧も。いや、本当にお前もそうだけど、うん、まあ、俺の身内は、うん、見に来るときは、うん、もう黒 T シャツ、黒いジーパン、ブラックジーンズで統一してほしい、ね。あと黒のニューバランス。全部そんなに黒。そんなに存在消せなきゃいけないわけ。いやー、そうそう。うん、で、なんか、面白かったのがさ、これどう思うか聞きたいんだけど、お前に。アンケート読んでたら、うん、まあまあ本読んだ人は知ってると思うけど、うん、芸歴が、河、うん、本と11年、うん。で、17年後って出るから、うん、福田とは17年やってる。うんうんうん、福田の方が長いのに、うん、コンビ組んで、うん、なんで、うん、河本のことばっかりなんですかっていうのが意外と多いよ。なるほどね。これどう思う？これ単純に年数が長いからってことでしょ。うん、そうそう。だからあんな風に河本河本言うのが入ってこなかったっていう人もいるらしいの、どう思う？なるほど、なるほど。それどう思う？反対。私はその意見反対。どう思う？いや、だからそれは違うんだよ。年数じゃないんだよね。うんうん、年数やね、やっぱその濃さというか、うんうん、あがいた時間の長さなんですよ。やっぱりその残ってるのは。うんうん、ね、福田との、うん、ね、その、棚福という時間は長いかもしれないけれどもね、そこはもう順風満帆というかね、ある程度成功が約束されたその時間だったんだよ。お前熱いな。その意見は反対だからだよ。ね、イエローハーツの11年っていうのは、短いかもしれないけど、その間にいろいろあったから。わかる。で、漫才とあの形を発明してね。はい。あの発明した時のあの熱の持ち方はすごく共感をできたよ、あそこ。お前、俺が熱いねって言って、言った後からの熱さ、うんうん、お前、芝居だろ。ちょっとね、演出加えちゃいましたけど。あ、まあまあ、全く同じことを、それで俺はケイちゃんに説明したのよ。うん。うん。いや、だからすごく、私もね、うん、思い出したと。うん。いろんなことを。言ってましたよ。昔思い出しましたよって言いながら、ケイちゃんの椅子に座ったから。はい、そこケイちゃんの椅子です。って俺がね。書いてない。田中ケイっていう書いてなかった。わかんなくて座っちゃったけど。うん。いろいろ共通した部分もいっぱいあったし。うん。ほら、ね、その、高本の方が、うん、あれですよ。スーツを買ってもらったじゃない。あんまり言っちゃうのもあれですけど。うん、ね、はい、その、彼女に。はいはいはい。そのね、はいはい、一丁らの、はい。ね。あれ、私も買ってもらったことあってさ。え、葉っぱに？葉っぱに。へぇ、初めてのオンバトの時。漫才用のスーツ。漫才用の灰色のスーツを買ってもらって。そんな話初めて聞いたわ。そう思い出した、私も。へぇ、あったわーと思って。へぇ、で、買ってもらって臨んで、117キロバトルって。このバーじゃないんだよ。説明と思って、だからね、あの舞台の中でもそんな感じ滑ってたでしょ。玉3個だったら私もさ、思い出した。まああるよな、そういう話。まあ、じゃあ俺も漫才初、うん、あんま言うとあれですけどって話が多くなっちゃうけど、そう、漫才を思いつく瞬間があるじゃん。はい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 。あれって、うん、もうおさむさんと話して、うん、おさむさんもわかるって言ってくれたんだけど、うんうん、家でほら、トークライブのビデオ、はい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 、お前のツッコミ違うよそこって言ってるところのフリートークになってるところがすごいウケてて、うんうん、で、それでそれぼーっと見てて、ちょっと待てよと思って、うん、これツッコミが場所が違う、ニュアンスが違うっていう、ツッコミができてないってことの漫才って、やればいいんじゃねえの、これをこのままやればいいんじゃねえのと思って、うんうん、思いついた瞬間もう気持ち悪くなったもん。うん、これ、いけんじゃないと思うから。もう。うわーってなって、これ、かすかにすぐ言わなきゃと思って、原付き乗って、うんうん、そしたら、信号で止まってたら、横に警官が、自転車でさ、うん、止まったの聞いて、そしたら俺、警官に言いそうになったもん、早く。ちょっと俺、すごいことを思いついたんですけど、でも、じゃ聞いてくれませんって。はい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 。それで、ジョナサン、公園でかすが呼び出して、かすが。あんま大きな声で言えない。これ、芸人がどこでネタ合わせしてるかわかんねえから、いるわけねえのに、あ
こういう漫才、もう、すごい光栄で、漫才で、俺がどうもつって、ここ、最近痩せたいんですよ、つったら、誰に話しかけてんだよって突っ込んでくんだよ、つって。で、それ突っ込み間違ってるだろ、つって、なんで今ね、突っ込んできたかわかんないですけど、とか、お客さんだよ、とか、ずっとそれをケツまでやるんだよ、すっごい、いけるぞ、俺らつったら、春日が、どういうことですかちょっとわからない。それは何なの？わからんかのーっつって。もう一回説明するぞ。いいかっつって。もう気持ち悪くなっちゃったよ、もう。ステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。まあ私もですね、まあ先週か、そのね、録音終わりで、私のライブね、日本夏、春日の夏、っていうのをね、まあまああの後急いで向かったわけですよ。ね、先週録音終わりで。はい。山一回家帰って急いで向かって。すいません、見に行けなくて。まあ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 いいですよ。それはね、私さんもそのね、舞台直前で。PA 卓で見ようかな。白い T シャツ。PA 卓ってどうやるのかな。うん、まあまあね。で、行ったら、まあ結構もうすでに盛り上がってまして、会場してまあ1時間ぐらい経った状況だったのかな、確か行った時に。したらもう、8割ぐらい埋まってて、客席が。そのライブ開始まで2時間ぐらいだよ、まだ。だけど8割ぐらいもう埋まってて、で、三つ星もいてさ、リハ全部やってくれてて、で、まあ聞いたら、その会場して、もうすぐ半分ぐらいまで埋まったと。お客さんがね、3時間もあるの。で、会場から5分ぐらいで、もうお客さんが、イエーイつってすげえ盛り上がってたって。なんかまあお酒飲める場だから、なんか、ね、もう乾杯は盛り上がって。知り合い同士ってこと？だから知り合い同士で何人かで来て、そういうグループがたくさんあって、そこはこう、どんどんこう仲良くなっていくというか、ね、で、わー盛り上がってたって言ってさ、んで、まあ一応なんかその、ね、春日のその、ライブ、一日だけのライブですけど、花とかも来たりとかしてね。その、花輪みたいな、その黄金伝説と切ってたりしたんですよ。で、この番組から来てないっていうね。そうあれもどうしたもんかな。芸人交換日記であった大通りのオールナイトニッポンでやってる春日の夏に来てなかったから、それもちょっと言おうと思ってさ、今日。あ、不満だと。不満だよ、それは。なんでなんですかね。なんで出してないんですか、それは。出す予定も別になかった。お金の問題？いや、一人1000円ずつ出したらそこそこの花が送るだろ。その、お花っていうものを送るっていうことだからさ。よし、別に、おめでたいことじゃないからさ。だからじゃない？いや、おめでたいとかなんか頑張ってくださいみたいなさ。そういうのは欲しいじゃない。一応その身内っちゃ身内ですからね。応援してくれてんだな、みたいなさ。まあそういうのもなく、そういうのもまだ、どうしたもん、まあなんなんだな、と思いながらね。で、まあ、2時間ぐらいですよ。開始前だった中でもう、入っていろいろもう解除しちゃってるから、リハーサルみたいなできないから、三つ星に、リハどうだったみたいなのは聞いて、んで、先週ここで言ったあの大喜利のお題、あれも急遽作ってもらってね、三つ星になんかこう、パソコンで出す文字を入れたりとかして、で、そしたらもうあっという間にもう7時の開演なんですよ。で、私、歌で登場
する予定だったの。歌って登場したの、はい。浴衣を着て、うんうん、プリンセスプリンセスのね、うんうん、世界で一番暑い夏を、うんうんうん、まあ、影マイクで、うんうん、その最初から2小節ぐらい歌って、うん、サビで、こう、ドンと出ると、うんうんうん。で、ドンと出るのも、客席の扉から出る。ステージに出るんじゃなくて、うん、客席のその扉から出ようと思って、うん、出たのよ、うん。で、私のそのイメージだとね、はい、そのディナーショーみたいなさ、はい、感じで、うん、まあ出て、ね、一応そのお笑い トークライブって言ってるかそこ予想してないじゃないですか、うん、お客さんがね、うん。だからその、ちょっと引くというか、何これみたいな。うんうん、で、私が客回りわーっとして、うんうんうん、で、私の方がね、そのノリノリでさ、うん、気持ちよくなっちゃってて、で、私の方からこう握手をこうね、求めに行って、で、うん、そうお客さんがちょっと戸惑うみたいな、うん、何これみたいな感じを想像したんですよ、うん、で、ね、始まって私がその客席ドーンって出たら、うん、キャーみたいな、うん、春日みたいな、すごいすんごい盛り上がりになっちゃってさ、うんうんうん、多分もうお酒が入ってるからなんでしょうね。素材があるんですか。そこの素材あるんですか。素材わわどのぐらいのキャーか、じゃあ聞いてみましょう、うん。これがまあ開始。ああ、これ開始。9月の風をこれ今まだ出てない。すごい受けてるじゃん。ここだよ。そうあのね、うん、すごいいいライブだね。いや、戸惑っちゃって、私も。イメージと違うから、もっとなんか引くというかね、戸惑う感じだともうあんな感じ で、客回りもなんかもう、なんつうの、もう、うん、プロレスラーの入場みたいなさ、はいはいはい、こうバチ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 こう、肌をこう叩かれたりとか、はいはい、二度でつままれたりとか、はいはい、手をね、こう握られたりとか、中にはその私のその下半身、うん、ナッツを、ちぎり取ろうとしてくる。思い出の品として持ち帰ろうとして。持ち帰ろうと。テイクアウトしようとしているね。人がいて。これはちょっと、なんか、簡易版の安倍定みたいになってますね、うん、そうね、ずっと持って歩くみたいな。うんうん、そんなね、もみくちゃになりながら、うん、ステージを出てさ。ええ、で、まあ、盛り上がってくるのありがたい話ですよ。はい、で、まあ、今日はありがとうございます、みたいな。え、それ酔っ払ってんの？その、ナッツをもぎ取ろうとしてる。多分酔っ払ってる。アンケートにもあったのよ。うん、すいません、ね、下半身をもぎ取ろうとしてしまってすいません、みたいな。とっても柔らかかったです、みたいな。感想の。よく見たら、なんかもう、40歳ぐらいの主婦の方でさ。盛り上がっちゃったんだね。まあ、ありがたい話ですよ。で、出て、うん。ありがたいね。んで、まあ、最初オープニングトークでね、うん、まあ、いろいろなんだかんだ話そうと思ってたんですよ。うん、このね、ライブが、こう、やるにあたった経緯だとか、うん、いろんな話を、まあ、考えて用意していったんだけど、うんうん、もうその、わーっという盛り上がりで、全部なんかもう飛んじゃってというか、うん、その予想外だったんでわけわかんなくなっちゃって、はいはいはい、またその30分くらい話そうと思ってた内容を、10分くらいでね、うん、全部なくしてしまう、その、カスラナウの、うん、まあ、二の前。あの時は60分の尺で10分だったから、はいはいはい、今回30分の尺で10分だから、うん、その成長はしてるんですけどね。うんうん、尺で言ったらね、はい。割合で言ったら。どんな気分なんの、うん、あの、でキャーってなって、ナッツをもぎ取られた後に喋って、やっぱり、その、超酔っ払ってる人もいるわけだね、はいはいはい。どんな気分になるの。なんだろうね、もう、わけがわからないです。ああ。むちゃくちゃされる、もうなんかもう笑っちゃってる状況。ああ。お前らこの、いや、この辺お前、バカ野郎みたいな。あ、じゃあ成立してんのね、じゃあ。そう、成立しちゃってるのよ。私は成立してないっていうパターンを予想したけど、あ、思った以上に成立しちゃってたから、あ、まあびっくりして、まあ、短くなっちゃって、トークもね、うん。なんか難しいよな、それは。そう。そんな読み間違いがなんで起こるのかっていうのが、まず俺は思う。いやー、だからいろんな要素。お前のファンが来るわけじゃん。そうね。したらなんかお前が歌歌って出てきて、そう知らて、何とはならないでしょ、それは。うん、ギースのトークライブでお前が歌って入ってきたら、それ何ってなるけど。ああ、そうか。それは成立してるのか。それはだってお前に会いたいんだからさ。で、また3時間。酒も飲んでるし。そうそう、そこなんだよね。うん、3時間、その会場から開演まであったから、その間で出来上がっちゃってたっていう、うん。のも非常に含まれてると思うんですよ。
そのなんか出来難しい。まあいいや、ね、俺はいいけどさ。まあ、そんでね。まあ、そんな気分なんだろうと思って、そっから喋り出そうとして、意外とこの話、自信ありますみたいな話をする気分にもなんかなるのかなと思って。だから一回仕切り直して、こっからは、トークライブなんです、みたいな感じのテンションで、まあね、言って、行ったら、その、ライブ始まったら始まったで、そこそこ、滑るんですよ。それは別におかしなことじゃないですよ。あんなに盛り上がってたのに、それなりに滑るとこは。それはだから春日さんが安定して実力を発揮してたからでしょ、うん、そうそうそう。で、まあ、座りだったけど膝が触れるっていう状況だ。あれあれあれっていう。で、キュッとこのトークの時間も短くなっちゃうっていうね。やっぱり、それが、自分だと思った方がいいよ。膝が震えることないんだよ。だってそれがだって春日なんだからさ。そうね。その後に、なんかちょっとに、口角を上げてニヤッとすればいいんだよ。隠そうと、そうね、しなきゃいいんですよ、そこは、ね。これは難しいね。うん。今後のね、それ今後の話ですけど。うん。で、そんなトークがキュッと10分くらいになっちゃって、うん、で、次予定してた大喜利を、まあ、早めてやったんですよ。俺、大体、俺も、男だけのトークライブやったけど、大体、大喜利ができないとかいう感じになったけどね、喋りすぎて。ああ。やろうと思ってたけど、できなかったとか。なるほどね。だから、その、オープニング出た歌の、わーってテンションだったら、もちろん大喜利できないけど、その間にクールダウンっていう、オープニングのトークってクールダウンだったから。ちょっと待って、あの空気で、トークでクールダウンするって、どんな感じになんか想像がつかないんだけど。だから、実力をいかんなく発揮した。例えば、一番焦ったのはどういうオチで、どういう反応だった時が、膝が震えたの。どういうオチで、ね。バットは思い出せない。バット思い出せないけど、あのね、うっすら覚えてるのは、その歌をね、まあ、結局3曲歌ったんですけど、その歌を、まあ、選曲する、何の歌を歌いに行くのかっていう話をね、まあ、歌は結構大変だったんですよ、つって、いろいろ、その、選曲するのに。はいはいはい。で、週末ね、金曜日。金曜日。に、カラオケボックスに行って、夜ね。で、まあ、選曲したんですけど、周りはそのコンパやってる学生とか、なんか仕事帰りのサラリーマンとかすごい盛り上がってる、その中で、男二人だけでね、カラオケボックス入って、ずっと夏の歌を選曲してたんですよ、つって。非常に寂しい思いをしましたね、っていうところ。別に、滑ってないよ、それは。いや、それが。それはだって、なんだろうね、報告だから。滑ってないでしょ、それは。私の中ではそこで、なんか、あ、そんな、その裏話があったのか、みたいな感じで、受けるかと思ったんだけど、そこでクールダウンになって。いや、でも俺、膝がカタカタとね。正直昼、まあもうぶっちゃけな話、オールナイト撮ってたじゃないですか。あの時、熊がひどかったから、春日の。私のね。真っ黒だったから、忙しいスケジュールだったじゃない、春日さんは。なんか、もう寝ないで、なんかいろいろ調整したんだなと思って、まさか、トークがキュッとなってると思わなかった。いや、私もそのまさかまさかよ。おぉ。あ、そう。そこはね。うん。うん。でも、キュッとなって、大喜利が前出しになって始まって、で、その大喜利っていうのも、ただただその大喜利やるっていうのもなんだから。あー、危ないな。私がね。で、大喜利やるのよ。普通のちゃんとお題があって、大喜利面白い答えを出すっていう、あれなんだけど、一つその、ま、趣向というかね、狙いとして、ま、今後大喜利の、番組とかにいろいろ出ていきたいと、春日は。で、その時のために、それは本気で本気で、出ていきたいと。一本グランプリに出たいと。一本グランプリ、ダイナマイト関西の本戦とか、出たいと。ね、そういう時のために、その、ま、お題はね、同じお題は出ないかもしれないけれども、こんな同じような、例えば、そのね、種類のお題が出た時のために、そのお題に対して一番その春日の中で、面白くない。春日が出した一番滑るようなね、キャラクターに合ってないとか、そういう答えは何なんだろうっていうのを、ちょっと探していこうっていう風に言って大喜利を始めたのよ。一番滑ったやつが、春日の中でワーストつまらないと。だこれは、この答えは出しちゃいけませんよっていう、自分への戒めというかね。それを発見するために大喜利をやっていきますって。もちろん面白い答え出しますけど、つって。わかる？言ってる意味。いや、わかるけど、大っ嫌いだった。いや、もちろん普通に受ける答えは出していくのよ。いや、大喜利をそういう風にこねくり回してやりがちじゃん。大っ嫌いだ、私は。お題が出る、答えるでいいからね、俺はもう。まあ基本はそこなのよ。基本はそこなんだけど、
ね、それだけじゃない。それは、ちょっと予防線張っとるわ、うん。滑った答えに対して。まあでも、受けには言ってるのよ、私は。だけど、うん、滑った時にこの答えですねっていうのは、ちょっとガーゼでくるまれてる。うん、もっと事故起こさないと。どっちゃーんって滑ってことを向かないと。そのね、うん、その予防線張った中でも、うん、そこそこ事故起きてるから。そこそこ、そこそこって結構デカめの、うん。で、その大喜利っていうのが、まあ、完全に一人でやりたいと思って。うん、お題は、その、里光が楽屋で、その、マイクで読んでくれるのよ。うんうん、ね。で、まあ、出していくじゃない。うん、で、里光がね、その出番前に、うん、まあ、一人で春日が出すから、うん、考えてる時間とかがね。はいはいはい、はい。その、やっぱりお客さん待っちゃうから、はいはいはい、で、その間埋めるために、俺が、里光がね、はい、自分が、入ってってあげた方がいいんじゃない、はい、その、なんか喋りながら、お題をね、考えるとか、出す時間を、って言われたんだけど、それはやめてくれと。春日は全部一人でやりたい。ね。なんかそのゲストに来てもらったみたいな感じになっちゃうのも嫌だから、もう全部春日が、お題読むだけでいいわ、つって、考える時間とかもポンポンポンも出すし、なんかもう言いながら繋ぐし、つって、とりあえず控えといてくれ、つって、ね、楽屋にいてくれればいいからって言って、まあ始まったんですよ。で、第1問目、出ました、つって。で、まあ答え考えようと思ったら、全然出てこないの。もう会場が、シーンって、もう、その繋ぎの言葉も出てこないの。もう。だってでも、うん、それをお前はハートで跳ね返すために入ってくるなって言ったんだろ、そうそう、言ったんだけど、それ以上にもう、うんともすんとも言わないの。そう、お題に対して脳みそが。いや、だから、うんともすんとも言わないときに、うん、でも思い、それを楽しむし、うん、それに勝つために入ってくるなって言ったんでしょ、うん、そう言ったんだけど。それだって、まあその、立て続けに思いつくってことも、そうそうないじゃん。そうそうないし、ジャブ程度のものも思いつかなかったの。まずこれ出して、出して後にこんな感じのね、考えようみたいな、多分するんでしょうね、きっと。うん、もう、それすら、もう何にも、何にも言葉が湧いてこないの。そのお題にピンと来てないの。あで、もう、でも、入ってくるなって言ったもんだからさ、もう結構5分ぐらい。まあ、そうだなぁ。とか言いながら考えてる時間5分ぐらいあって、お客さんがもうシーンとしてるじゃん。5分 ?5 分ぐらい。じゃあ、5にやした、その三つ星が、大丈夫つって。入ってきてくれて、その瞬間に、助かったーと思ってこっちも。ありがとう、水棒って思って。何がしたかった思ってさ、そう。これで、うん、まあ、なんとかね。大喜利のその絡みやってる。あれって、2分ぐらい黙った後に、ボッカーンって受ける人もいるからね。なあ、まあ、そういう人もいるのかな。だから、慌ててないんだよね、多分。その2分の間、またすよ、ぐらい思ってる人がいてさ。それに、やっぱ勝てなかったってことだよな。勝てなかった。5分待ってもらっても、うんともすんともだったから。あれ、大喜利ってこんなに浮かばないもんなんだ、つって。思って入ってきて。あれはでも怖いな。ダイナマイト関西で何度かあるけど。ああ、そう。手がかりもない時あるな。ある。その、お題が入ってきてないんだろうね。なんかね、自分に。得意じゃないとかね。手がかりもない時あるね。びっくりした。恐ろしいね。恐ろしいよ。確かに。で、まあ、なんとかかんとか、その三つ星と絡みながら、まあ、三、四問、五問ぐらい、まあ、やって、で、あれですよ。ここで先週言った。はいはい。一番受けたと、ライブを通して。そうね。言ってましたけども、それになってね、お題が。あれはどう、録音してきたの？あれ、録音ありますよね。ちょっと聞いてみましょう。あれあります。早速。ええ。うん、先にね。結論を。うん。うん。水曜の昼、霞になったのか、土曜の夜、霞になったのか。ちょっと結論を聞いてみましょう。うん、はい。タクシーに乗った瞬間、あ、こいつ変だな、どんな運転手？なるほどね。普通に乗っててもまあありますけどね。タクシーの運転手さんも変だな。あ、できました。よし。行きましょう。はい。タクシーに乗った瞬間に、あ、こいつ変だな、どんな運転手？ハンドルが10トントラック用。これだったらありですね。ね。ライブ通して一番滑ったね。あれや。一番滑った。一番滑った、ライブ通して。これはただのカスミンですね。水曜の昼でもないですね。
一人はなってたな。一人はって言ってる人いたけど。もう一回聞いていいですか。ハンドルが10トントラック用。でもさ、6。いや、でもさ、さっきのギャーっていうの聞いてたからさ、うん、もう答える前からめっちゃ静かでな。めっちゃ静か。だって酔っ払ってんでしょ。酔っ払ってるよ。ライブ始まったら始まったらしっかり見てくれるお客さんだったっていうね。あ、お笑いを。うんうんうん。いいお客さんなんでしょうね。うん。こんな感じ、もう一人っていうね。うん。一人しか笑わないみたいな。うん。うん。感じだったよ。あれも、今の答えも、そのタクシー運転手のお題で、3番目ぐらいに出したの。なるほど。1番目、2番目は、結構そこそこ受けてたんですよ。うん。で、あ、これいけるわと思って。うん。ハンドルが10トントラック用だっていうやつ。うん。で、出したらあの結果ですから。うん。びっくりした。でもまあ、それは、ちょっと証拠として残っちゃうね、うん、これは、ね。たびたび流しますけど。いや。流さなくていいじゃん。オールナイトで。消してくれよ、すぐに。本当にバカを見たんだから。ジングルにしますか。いや、ジングルはガム必要だよ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。なんかここに、うん、アンケートが届いてるんですよ、春日さんのライブの。ああ、そうでございますか。はい、ほう、25歳、ヘアメイクの方。うん。待ち時間3時間はやっぱり長かったです。春日さん出てこないんじゃないかと思いました。いや、確かにそれはちょっと、ね、反省です。長かったです。無意味やっぱ長くする必要がなかったね。会場時間が早すぎたため、春日さんが出てきた時のテンションがマックスでしたって、こうグラフ書いてる人がいます。7時がマックスで、9時がめっちゃ下がってます。右肩下がりだね。綺麗な。あ、この人39歳主婦、うん、ジュニアをもぎ取ろうとしてすみません。あ、柔らかかったです。そうそうそう、これだ。どういう意味があったんだろう。え、これは、うん、31歳、うん、春日さんのお稲荷タンタフタフしてごめんなさい、すごいいい感触すぎて暴発しそう。いや、もう普通に知事じゃねえかよ。普通に。なんだよ。まあ、お酒が入っちゃってるからね。テンション上がっちゃったんでしょうけどね。こんなさ、うん、こんなにさ、うん、何ですか？大喜利。はいはい。主婦51歳。うん。やばいタクシーの運転手のお題の答え、まぶたに目が描いてあるがすごく良かった。爆笑しましたって書いてあります。そうです。だから、その、うん、ハンドルが10トントラックの前に出した答えですね。あ、う、あ、ん、そういうのを経て、あの状況になったという。18歳大学生の方。うん、10トントラックは面白かったですって書いてあるんですよ。その人じゃないですか、笑ってた。笑ってた人。一、うん、人。その子かもしんない。これは、うん、あ、総括って書いてある。全体の感想ライブ。この名前書いてないですね。うん、内容の薄さが気になりました。お手厳しい。お手厳しいな。あ、32歳、図書館師匠さん。うん。一本くらいビシッとしたのが欲しかったかも。あ、元春日さん、おじいさんがご飯食べなくなった話したんですか、また。え？家族関係のフリートークはめっちゃ面白いですって書いてありますよ。ああ、オールナイトニッポンが面白いっていうのが春日のライブアンケートに書いてあった。なんだよ。何でも掲示板じゃないんだからさ、私のライブだけ書いてちょうだいよ。
知識王決定戦スペシャル、オードリーのオールナイトニッポン検定。はい、限定についていろいろ決まってきました。あのですね、うん、今年の今年の夏休みですね、うん、あのリスナーがどれだけこの番組を聞いているかの検定、うん、日時は今月27日土曜日の15時から行います、うん、イマジンスタジオでオードリーが、うん、オードリーは行かない企画の第3弾ですね、うん、で先週この参加者100名を募集しましたが、うん、ここで耳寄りのお知らせです。なんでですか？ただいまですね、うん、大変参加しやすい状態になっています。ほう。ええ。と言いますと、全然応募がないということですね。これはですね、ちょっとですね、はっきりした数字聞いてみましょう。まあ、言うか、俺は言うかどうかわからないですが、インカムとして教えてください。なるほど。100人中今、はいはい、応募は。要するに過半数切ってます。予定あんのかな、みんな。いや、リスナー全員が全員たまたまなんか予定があるんじゃないですか。いやー、まずいね。ここへ来てか。おい、ん、試験官やれお前。なんでは、また試験官ってあの歌歌えお前、入ってきた時のライブ、うん、世界で一番を歌いながら、うん、うん、浴衣で登場しようかな、うんうん、でそれもちょっと際の際になったら考えなきゃいけないね。そうだな、うん、こんな情けない話な、みっともない話ないよ。参加者は100名って言ってね、抽選で選びますみたいなこと言ってて、かかすイマジンスタジオガラガラみたいな、こんな恥ずかしい話日本放送中に知れ渡っちゃったらことだからね。まあ私がどのぐらいその力を、うん、出せてるかわかりませんが、いろんな出演者もいますし、うん、芸人交換日記はグローブ座、うんうん、完全完売でヤフオクで高騰しております。そんな時にもかかわらず、つまり、うん、基本的にその、地型が弱いっていうことです、これ。まあ、そうだね。そんなに入りませんか。ここまでは。だって、春日さんのライブだってすごかったんでしょ、応募。そうなの、10倍ぐらいの、その倍率だっていうね、うん、話だったんですけど。でしょ？おかしいなぁ。難しいのかな、問題が。でね、そういうことかな。今からでもね、本当応募してください。うん、で限定100人ですが、これ訂正です。98人になりました。うん、なぜならビトさんとバーヒデが受験することが決まったからです。あ、そうなの？でヨシキさんがビトさんに電話したんですって。うん、したら何もまだヨシキさんが言ってないのですよ。うん、ビトさんが、うん、検定のことかっていう。ヘビーリスナー。ヘビーリスナーですね。検定のことか？行くぞ、バカ野郎。バカ野郎、つって。これは、ちゃんとその、素人枠で、やってくれるってことですよね。素人枠です。98名ですよ、2名。で、素人なんですかね、素人枠で。態度の先生なんだから、だって。態度とスキーのインストラクターだからね。ビトさんは。名刺に書いてあるから。で、当日の検定はね、うん、ちょっと結構難航したんですが、ええ、反対派、賛成派、いろいろで結構揉み合いになったんですけども、結局決まりました。うん、辞書持ち込み可です。おう、辞書。ええ。おう、で、名教国語辞典とジーニア聖和辞典のみです、ただ。なるほど。ちょっと、ゆるいんじゃない？それは。もっと厳しく言ったわ。だって、こっからだってバンバン出るでしょ。うん。その他の本は持ち込んじゃダメです。だから、うん、悪いようにはしませんよ。持ち込んじゃダメです。それはもちろんそうでしょ。うん。うん。それはダメです。喧嘩を売ってるとみなします。そうね。一年史だったらまだわかるけどね、うん。はい。うん。それは良くないよ。我々はいいけど。うん。付け焼き場がピリピリするから。あと、うち、うん、オードリーが、公認してない本が売ってたでしょ、昔。あれも。オードリーですみたいなやつでしょ？オードリー伝説も持ってきちゃダメです。ダメだよ、もちろん。あれなんなんだ、あの本、そういえば。あれ腹立つなぁ、あれ腹立つわ、あの本。なんていう本だったっけ？なんだっけな、オードリー伝説みたいなやつですよね。オードリー。あれ。オードリー春日伝説？私だけ？あれでしょ、表紙がね、なんだっけな、なんか我々のイベントの時に配ったシールのね。はいはい。写真かなんかなんです。オードリー春日伝説の持ち込みはダメです。あれはほん、絶対ダメだよ、あんなの。やめてください。あれ、うちの親が間違って買ってたからね。あんた本出したのなんつって言って。
で、まあ、会場に来れない全国の方は同じ時間に番組ホームページに公開される問題に参加できますが、この時も横に名曲語辞典とジーニアス英和辞典置くことを OK とします。うん、ただ、やめてくださいね、他のものを置くのは。いや、そうね。はいはい。それはもうモラルの問題ですから、試験官はね、いないですけど、会場に来れない人たちの、横には、モラルの問題でね。ちょっと、人数を増やさなきゃいけないから、ちょっと二人で、ハグの会をやりましょうか。じゃあ、サインしてあげて。あ、この、同時に、横で一年誌にサインして、あの、ハグをしてあげるっていう。その、ハグって何で、サインはまだわかるわ、うん。ハグはいらなくない？うん、いや、超やりたくねえなと思う。やりたくないよ。もうなんかアイドルじゃねえんだから。言ってみた。それはやめていただきたいけども。はいはい、でも、その、もし本当にそうなの。じゃあ、その、金玉、サワサワ会はやりましょうよ、ここで。そうすればもっと人数増えるでしょ、受験の。でやらんよ。そんな気軽に。どうしよう、そんなこと言って、テラリンが金玉触ってきたら。お懐かしいでしょ、テラリンさんね。テーマ曲作ってくれた。テラリンさんは応募してるんすかね、応募。お前やってくんねえか、金玉を触れるって。金玉の需要があるから、お前の。さっきの人も、ね。なんて、触ったことなんて書いてたっけ、書いてたでしょ、なんかありましたね。タフタフ。金玉タフタフ会やってくんねえかな。金玉タフタフ会。はい、カスが金玉タフタフ会。じゃあ、本当に集まんなくてやりましょう。やってくれる？うん。海パンに穴開けるから、そこから金玉だけ出して。それ見せてやるの？当たり前です。まあでもいっか。その、本体が見えてなかったらいいっすわ。基本的にあの、その、ね、ナッツのことは私、付属品だと思ってますから。やっぱり、はいはい。本体の方がやっぱりね、重要ですから。うん。そこでまあまあ、考えましょう。あそこの日本放送の受付入り口のところでやりましょう。はいはいはい。うん。いいんですね。もし集まんなかったら。わかんないですよ。もしかしたら激減するかもしれないです。ほんと、二人とかしか来なくなるかもしれないですから、それやったらダメ。いや、来るでしょ。ああ、そうです。応募だいぶ来ますよ。じゃあわかる。だから、100人に本当に達しないなってなったら、言って、そしたら。金玉タフタフ会やってみますか。うん、ちょっとごめん、マジでやってくんねえから。わかりました、うん。ちょっと問題来てるんでね、うん。ラジオネームお芋屋さん。2010年11月27日放送から、うん。ベッキーがゲストに来た時、テクノカットから連想して作られたことが発覚した曲のタイトルは、うん、これテクノキャットでしょ、これ。テクノキャットだね。うん、ああ。当たってます。それはまあ覚えてます。うん。行きましょうか。北海道スーパーノバ。2010年8月28日の放送より、第5回妖怪そっくりコンテストでクジラが最優秀賞に選ばれた仮装は何でしょう。これ何だったっけな。アメフラシ。ああ惜しいなー。惜しい。正解はアメフリ小僧。ああ惜しい。まあまあまあ惜しいけど、でもこれ実際の試験だったら跳ねられちゃいます。これは罰ですよ。アメフリ小僧。三角ももらえない。もらえない。ああ厳しいな、うん、これ三角とそういう、ないです。厳しくいきますということでね、ちょっとね、非常に少ないんでね、参加してほしいですね。いやだからもしかしたら応募してもその当たんないんじゃないかなっていう応募控えてる人がいる恐れがあるからね。いやこれはね、事実だ多分。このまあ、言っちゃうと48人、これは48人なの。少ねえ。これは事実か。少ないな、48は。言っちゃうとね。48はちょっと恥ずかしいわ。ANN48 になってるわけですから。うわこれなんとかしないと。48になってる。48。いや、そんなとこ合わせなくていいんだよ。100頼むよ。なんか、本当に、サインをするとかいうことがないと思うんです。これ、恥ずかしいよ。検定で。100人限定ですとか先週まで言ってたから。本当だよ。言われてたら恥ずかしいから、なんか方法考えないと、なんかないですか、風川さん。ちょっとこういうのやったら人増えんじゃねえなんていうの、今ちょっと言って、ちょっと。なんだろうな、料理作るか、なんか。なんとか丼みたいな。振る舞いみたいな。
じゃあ、ソーセージアタック作るか、俺が。得意料理。うん。あの、チャーハンでしょ、うん、まずいやつでしょ、あの。うん、味が全然しないの。なんかさ、春日の金玉だけ、かたどってさ、うん、それなんかさ、ゴムの、なんか、で作ってもらってさ。あ、じゃあ、春日の、うん、そのね、玉金様で、うん、アメリカンクラッカー作る。何言ってんだ、お前。カツ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 ってやつあるでしょ。いや、だから何言ってんだって言ったじゃん、今。そう、肩取ってって言うからさ。ということでですね、リスナーからの問題も引き続き、誰の募集します。誰のナッツかっていう、あれにする。そして当日、日本放送イマジンスタジオで検定を受けたいという方からの参加希望メールも引き続き受け付けます。希望者はラジオネームとは別にちゃんと本名と年齢、住所、電話番号を書いて、さらにオードリーのオールナイトニッポンの好きなところとその理由を書いて送ってきてください。抽選で残り98名の方にこちらから当選メールをお返しします。ゲーム性入れた方がいいんじゃない？多分来週中には着くと思います。来週中にメールが来なかった方は自宅で番組ホームページで参加してください。いやまあそれもこれも本当来てほしいね。俺も今ねお前を邪魔してくる時にね、うん、笑うの我慢しなきゃって思ったけどね、うん、笑う気持ちが全然わからなかった。なんだよなんだよ。ということで、うん、メールアドレスは kw@allnightnippon.com。イマジンスタジオでの検定参加希望者はタイトルにイマジンとつけてください。うん、はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン検定までお願いします。有名人枠、現在も募集中です。一人も来てません。うん、こちらは。もう有名人枠は諦めた方がいいんじゃないか。なので、もう、芸人さん、アイドルさん、うん、誰でも、どんな職業でも有名人の方、メール待ってますので、よろしくお願いいたします。うん、まあ、行くか最後までな。プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。未来、それは遠い先のことではない。今私たちが暮らしている日常が未来の常識を作るのだ。未来辞典林。これは将来名教国語辞典に載るに違いないことを今から予想するおせっかいなコーナーです。林グループがもう一店舗増えたわけですね。加藤さん、今の笑い方、うんうん、加藤浩二さんみたいになってました。ブワーブワーってやつ意外にできるもんだね。ですね、こちら土屋孝之からいきましょう、うん、ローラ・トーマス。ローラ・トーマスとは、顔面がローラになっている機関車トーマスのことである、うん。いつものベロをペロッと出す仕草のせいで、ベロが地面につきストッパーみたいになってしまい、汽車が何度も止まってしまうので、引くぐらいダイヤが乱れまくっている。ああ。また出発したとした、してもまたすぐ、ベロ出して。なんか言ったら、ウェーって出して止まりますからね。ペロ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 って。うん、なるほどね。ラジオネーム土屋孝之。ケンタウルスアタリア。ケンタウルスアタリアとは、ケンタウルスのアタリアのことである、うん。人権が全くないので、大抵の場合無視される。いや、悲しいなぁ。ちょっと悲しいね、うん。認めてあげてよ。認めてあげてって、じゃあ言ってください、カズワさんも。ちょっと、認めてあげてって。認めてあげてこれ何が面白いですか。若林さん、うん、これはもうこのギャグにしていきますから。ギャグに、トゥーズニーズグ、うん、認めてあげてそうそう、もうだから漫才も始まるときにそれ絶対言う。いやちょっと横山弁護士の匂いが軽くもうやめてーの余裕がする。まあまあまあ、いいです。全然大丈夫です。ちょっとそうですね。じゃあ、入れるタイミングがあったら。入れてくださいね。はい、バンバン、いろんなところで入れていきたいと思います。ラジオネーム、虹色サイリウムさん。うん。鳩胸時計。鳩胸時計とは、基本的に1時間ごとに1個が時計の中央の扉から飛び出してくる時計のことである。うん。
また時間とは関係なく声に反応し間を潰す感じで、ちょっといいですかーと言いながら、ま、飛び出してくるのでイライラする。ふいに朝方一行の入っている扉を開くと、髭を剃っている一行がいて、見られたことに気づいた一行は、まもろしーと言いながらどこかに消える。なんか中もちょっとファンタジーみたいな、うん。うん。お話ですね。うん。うん、ちょっと欲しいな。欲しいかもしれない、これは。あ、本当ですか。うん、売れるかもしれないですね。これちょっと。ちょっといいですかタイミングっちゃ腹立つんだろうな。で、寝る前とかな。まあな。まあまあまあ。ラジオネーム、アサミストさん。小雪ワゴンサービス。小雪ワゴンサービスとは2014年に新幹線内で始まった女優の小雪が行うワゴンサービスである。うん、販売している商品はハイボールのみであり、一番最初の客にハイボールを注文されると、バーテンダーのように微笑みながらゆっくりとハイボールを作り、約2時間半おもてなしをするため、他の客に全く回ってこない。ああ、じゃあもう、これは争奪戦になるんじゃないですか？小雪の。ああ。だってね、1名限定ってことでしょ、お客さんは。2時間半ですから、そうですね、名古屋から東京だったら1人だけですね。まあそうだね、名古屋、まあ大阪ぐらいまで行くじゃん、2時間半だと、ね。行きますか。うん。行かないか、そんな行かないか。まあでもそんぐらいか。うん、はあ、そうですね、東京駅とかで。そうですね。出発した瞬間ぐらいは。ただ2時間半も、ちょっと、何すんの、持つのかね。そんな話。をするんだろう、小雪さんって。難しいね、それはね。会話がね。あと、下ネタとか。揺れるしね、あとね、すごいね。うん、続きまして、虹色サイリウム。肉棒メトロノーム。肉棒メトロノームとは一定の小気味いいテンポで、針の代わりにチンコが揺れるメトロノームのことである。うん、両端にチンコが触れるたびに、ペチッ、ペチッと音が鳴るので、楽器の練習に集中できない。またテンポを速くしすぎたり使いすぎたりすると射精する、うん、ああそうか、なるほどね、うん、そうだね、速くすぎそうだな、うん、シュ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 ってなって、うん、そのね、放出した後はもうメトロノームとしてはもう使い物にならないだろうね、もうペローってなっちゃうもん多分ね、ですね、うん、ペローグターってなっちゃうからね、あうん、痛いしね、それでもやろうとすると。なんか、まあ、そうだね。そうね、無理はちょっとさせられないよね。無理はできないよ。さあ、ということで今日のベスト未来時点賞を、うん、春日さんに選んでもらいました。ゴンスな。じゃあ、これ行きましょうかね。うん、発表いたします、はい。本日のベスト未来時点賞は、はい、肉棒メトロノーム。おめでとうございます。虹色、サイリウム。ということで、きっとこれが将来の名教国語辞典に載るに違いないということで、うん、どのページに載るかというとですね、うん、あ、肉編の後にですね、ほう肉棒メトロノームが入って、うんその後が肉ボソになりますね。肉ボソ、うん、ほう肉棒って載ってないんですね、やっぱりね。うん、やっぱ俗語なのかね。俗語なのかもしれないですね。さあ、ということで、今日紹介した方全員に1000円分の名教国語辞典図書カードと合格三種の神器も一緒にプレゼントします、うん。そしてベスト未来辞典賞には名教国語辞典と神器や聖和辞典をセットでプレゼントします。来週も未来辞典のコーナーにメールはがきを待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 未来辞典のコーナーへ。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン。こちら住所と名前を忘れずに送ってください。オードリーのオールナイトニッポン。死んでもやめんじゃねえぞ。
夢は捨てて。さあ参りやっしょ、鎌倉市ラジオネーム琴の侍。おい浴衣、少々ビジュアルに何のある人が来ても案外様になること、死んだままじゃねえぞそうですかね、個人の感覚だと思いますけどね、というね、鎌倉市ラジオネーム琴の侍。おい秋物、そろそろおしゃれな人がゲットし始めること、死んだままじゃねえぞ。秋物に言うことじゃねえだろ、おしゃれな人に言った方がいいんじゃないの、というね、東京都江戸川区ラジオネーム味噌塗りランドセル。おいバブー、赤ちゃんの流行語であること、死んだままじゃねえぞ。ちげえよあとバブーって言わないしね絶対、というね、本当の赤ちゃん、東京都江戸川区ラジオネーム味噌塗りランドセル。おいキャッチャーマスク、ラーメンの器としては使えないこと、死んでもやるんじゃねえぞ。いや、やってねえんだよというね、ラジオネーム土屋隆之。おい面接、フルチンで言ったら受かる確率が大幅に下がること、死んでもやるんじゃねえぞ。完全になくなるんだよ受かる確率ちょっとあるっていうのもおかしいだろ、うん、まあでも物によっちゃあるか、うん、というね。オールナイト、オールナイト、ニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治、呉工業、創価大学、以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送、キオステーションに、全国36局、ナーツ、お送り。芸人交換日記の、石原さとみさんが、お楽屋挨拶。おぉ、さとみちゃんが。いやいや、そんな面識ないだろ。いや、これやりで。これやりで一緒にロケしただけだろ。号泣してて、俺の顔、俺の顔を見てまた泣く人がいたね、そういえば。俺はあの、田中じゃないから、そこで、俺の顔見て泣かれてる人もあるんですけど。なんてバーって泣いて、いやー、すごい良かったです、って。もう本当に感動して、もうこれから若林さんと春日さんが漫才やってるのを見たら、もう泣いちゃいます、つって言って。それはそれで困る。それはそれでね。意外と、俺らからしたらもっとしんどいこと全然あるじゃん、あの物語、うん、もっとひどいこと言われるし、はいはいはい、ひどい目に遭うじゃない、意外と知らないみたいね、あ、そうなんだ芸人さんって。それはね、だからね、あれをね、本当にね、いろんな地方で公演した方がいいと思うだからこうやってテレビに出てるね、芸人たちが、ああいうところを超えてね、そのやってきたっていうのを、やっぱ知ってもらわないといけないなっていうね、うん、あれは限られた時間ですから、やっぱりこうポンポンポンとこう辛い目に見えるはずもあったり、まあね、楽しかったこともあります、うんうんうん、あんなもんじゃないからね、言われる普通にもうつまんないって言われるしね、うん、ね、まだやってんのみたいなあれまだやってたもっとですよね、あるよ、だからね、あれ見終わった後私もこうやってねテレビとか、ね、出してもらったりとか、あのラジオをね、うん、やらしてもらうっていうのはいかにこう奇跡的なね、うん、ことでこう非常にありがたいことなんだなっていうのは思いましたよ。あ、本当ですか。あれ見終わった後、いや、じゃあ、オールナイトもね、いや本当にね、俺もね、それで、うん、じゃあこれで結構芸人のどういう人たちか、どういう感じかって分かってもらえてるたんだなって思ったら、最後の千秋楽のカーテンコールで3回目に出ていくときに、うん、ケイちゃんが、うん、若林さん一発ギャグやった方がいいんじゃないですか、一発ギャグって言ってあんま分かってもらえてねえのかなとそういうのでいいのかもしれんけどね、そういうとこでいいんでしょうね、結局ね、出てきて見て笑ってもらうみたいなね、言ってましたけど、まあああいうね、いろいろも思い出しましたよね。ああ、そうです、ね、だからツッコミとボケを逆な頃にね、うん、私もやっぱちょっと、うん、もしかしたらやめた方がいいんじゃないかみたいなね、うん、思った時もありました、ね、いや、そう、やめた方が良かったですよ、その時悔しい
大沢さんやっぱり素晴らしいですね素晴らしい判断だあ本当とかあってそれはねそのボケた机逆になったから、はい、なんていうかそのシステムを開発したからね、うん幸いにもこうやめずにこうやって今やってますけどねあラジオじゃあ、うん、下手なツッコミを漫才にした方がいいって時に、うん、ツッコミとしては、うん、もう最あの、うん、判決が出ちゃったから、うん、やめた方がいいかって思ったかお前ああそのあの時に、うん、いやあの時よりもだからちょっと前の段階だよね、うん、ああそうなの、うん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 、だそこを生かすように、うん、若林さんがしたから、うんうん、あツッコミが自分が下手で悩んでたのね、うん、芸人をやめようかなこれは良くないんじゃないかと、うんうんそれこそね、うん、私がやめた方が、うん、その行くんじゃないかと一人で、ねまあ、夢もそうですし、うん、今からでも遅くないんじゃないですかわしは諦めんぞどうも踊り若林でしたありがとうございましたこの後また夢でお会いしましょうアディオス